フィールド北海道です。セレクサリーグ先発チーム先発チーム対阪神タイガースの模様をお送りいたします。まもなく開始でございます。先発チームの先発が帰ってきた二刀流大谷、対するタイガースの先発は左の伊賀、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。マウンド上は帰ってきた二刀流大谷、マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。
投げました。落下点に入った。アウト。これでスリーアウト。では暴れて引き出よう。大谷ツーアウト三塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしまいました。2回の表が終わって0対0です。4番の先発チーム鈴木誠也、先頭バッター鈴木、背番号1-9。まずは見送りました。第2球トミーはこれから3球ファイト。バッター追い込まれました。投球これから4球目ボール。第5球投げた、インコースにバッターファイト。ご注意ください。さあ6球目、第7球を投げた、ダブルフリー。次は8球目投げた、インドア空振り三振。低めの変化球にやられました。万波中正背番号66。第9先発チーム三者凡退。8番の表で攻撃に入ります。森に第9投げました。初球空振り、いきなり161キロ。第2球投げました、変化球ストライク、インコースへ。第3球を投げた、1球外してボール。第4球は打った、流し打ち、打球はライトへ、ライト前ヒット。森下、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。右バッターの大きさ9番梅野、第9投げた、打ちました、スクラサードゴロ、ゲッツーになった、清宮取った、セカンドフォースアウト、セカンドから一塁送球、アウト。ダブルクリーン、打順は1番に入って、最初のバッターのツーアウトに倒れています。第9初球空振りから第2球投げた、もう異名へ。第3球を投げた、もう第4球を投げた、打ったのファー。投球を取れた5球目、第6球を投げました、スイーパー外れてるの。右バッターの吉田、第1打席はセンターフライに倒れています。投げました、外角低め、スイーパー外れてボール、投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ストレート決まってストライク。第4球を投げました、センターへ飛んだ、ヒットになります。中継、吉田ナイスバッティングです。先発チームは先制のピンチを迎えます。バッターは3番掛布、第1打席はセカンドフライに倒れています。投げた、投球取れたかに打ちました、ファウル。投げた、アウトレート。第4球を投げた、打った、これは強烈、入れば先制だ。打球はそのまま伸びていく、バッターは4番、最初のバッターボックスはダイヤモンドで倒れています。ノーヒットストライク。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、1つ外したボール。第2球、次が4球目投げました、ボール。投球を取れた5球目打った、痛烈な当たり、ボールはライナーです。掴んでこれで3アウトになります。3回の表が終わって3対7回の裏、先発チーム攻撃になります。この回のトップバッターは清宮。第9投げました、アウトレートのタイガース。
は引っ張りに警戒します。投球これから2球目。さあ4球目、打ちました。入るか入るか。タイガース
チームこの回点を返しました。5回表タイガース攻撃に入ります。トップバッター森下第9回初球出てた、一旦はどうだ、入るか、センターが掴みました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは9番梅野。第9投げた、投げ球第2球投げた、第4球を投げました。4球目ストライク、追い込んで第5球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、打球は三遊間へ、清水掴んだ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。ランナーはホームに帰って今日はファーストランナー。第9球スイーパーはボール、まずはアウト。第2球投げました、コースシンカーはボール、外角低め。第3球を投げました、真ん中にストライク。さあ4球目、打ったレフト前に出る、レフトを掴んでこれで3アウトになります。大谷この回シャット3人で抑えます。5回の表が終わって3対1です。6回は2点を追いかけます。先発チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは石川、打ちました、初球吉田下がっていった、取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。右バッターボックスが2番、これが2度目のバッターボックス。第9投げました、スライダーボール、まずは外。第2球投げた、伸びのあるストレート。第3球を投げた、際どい球ボール、まずは外投げた、第5球投げた、第6球が変化球、空振り三振、バッターは9番松川、今日は2度目のバッターボックス。第9外角高めに送ってストライク。第2球投げた、少し迷ったか、追い込んでから第3球を投げました、一つ外してボール。第4球を投げました、ボール、第5球投げました、三振、見逃し三振。先発チーム2者連続三振に、2名はこれから後半の回に入ります。この回の先頭は吉田、第9投げました、ストライク。1球目ストライクから第2球投げました、アウトコース低め空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、初球見逃し三振、大谷見事なピッチングです。バッターは3番の竹見、これが3度目のバッターボックス。投げた、見送ってボール、投げた、決まったストライク。右のバッターボックスは5番、今日3打席目、第9
球アウト。これでツーアウト。ランナー1塁、ランナーは6番キア。これが3人目のバッターボックス。第1球投げました。第2球9名投げました。ここはフォアボールになります。4番のところでした。
先ほどホームランを放ったバース先発チームここで点を与えると非常に苦しくなってきます。第9球ストライク、まずは入れてきました。投げた第3球を投げた、打ったサードの無情、サード落下点取りました。これで3アウト。宇田川やりました。先発チームこのまま勢いのつけたところ、4番ライト鈴木誠也。第9球投げた、これは上がりすぎたか、フラフラと上がった、ショートが落下点に入りました。4番ライト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。5番レフト、今日はサードライナーとピッチャーの第9球
一郎、今日はここまで3打数ノーヒット。極めたままボール第3球はストライク、バッター追い込まれました。次で4球目投げました。打っていい当たりだ。打球はセンターへ、センター前クリーンヒット。中継一度ナイスバッティングです。初打球チャンスをものにできるか。はい、結局ランナー2人残塁。8回の裏が終わりまして5対1です。初球に当たってストライク。
勝利投手は井川、敗戦投手は大谷、そして西武は久保田、先発チーム、今日のゲームは残念な結果となりました。